トンブリー駅は、太陽国の首都バンコクと、バーンコクの多い区にある、大国有鉄道南本線の鉄道駅である。バンコクの多い駅とも呼ばれる。バンコクの応急地域のチャオプラヤー川大河に位置する。現在は、フワランポーン駅に次ぐバンコク第二の駅とされている。タイ南部及び、西部方面のローカル列車が発着する。大国有鉄道南本線は、東北本線。 北本線に次ぐ3番目の幹線として1899年に着工された。南本線は前期2線とは異なり始めから1000ミリメートル期間を採用して付設された。1903年6月19日に旧トンブリー駅ペッチャブリー駅間が開通し、当駅もそれに伴い開業。南本線のバンコクにおけるターミナルであったが、南本線は マレー鉄道と直通運行が可能な反面、他の大国鉄管線区と接続しない分離線区となっていたことから、他線区との接続のため、1927年に、タリンチャン駅で南本線から分岐し、ラーマ六星橋でチャオプライアー側を渡って、北本線、バーンスー駅へ至る連絡線が建設された。連絡線の開通以降、南本線の主要列車の多くは、 北本線方面へ直通運行されるようになり、当駅発着列車はローカル列車が主体となった。ただし現在でも大国鉄では、公式には当駅を南本線の起点としており、南本線の営業キロほども当駅を起点としている。第二次世界大戦中、万国空襲でラーマ六世橋が被爆し、連絡線が普通となっていた期間は一時的に、 ターミナルとして活用されたが、戦後はラーマ六世橋が復旧され、主要列車は再び連絡船経由となっている。バンコク空襲では当駅も被害を受けた。開業以来、チャオプラヤガーウガンに面した位置に立地していたが、2003年10月4日に、西方にあった旧貨物国施設の位置へ 0.87km 移転した。旧駅の跡地は再開発用地となっている。 短式及び、島式一面の複合型ホーム2面2線を持つ地上駅であり、駅舎はホームに面している。駅前には大きな市場がある。ありがとうございます。